はい、ボボボボボボボ奥義鼻毛爆裂鼻毛神剣やっていきます。今はね、A ブロック基地の遊園地に来ております。でね、今みんなでそれぞれ回って、けがり隊の守護神倒そうぜっていう場面でございますね。で、口から29型テレビ、ここのね、これコーヒーカップちょっと後回しにしたいな。とりあえずね、ジェットコースターあったね、ジェットコースター、なんかとりあえずビビンバ温泉、あーまあご、じゃあジェットコースター行くか。あー、ドンパッチがいる。あ、ボーボボ二人でジェットコースターに乗らないか。いいだろう伝説が始まるぞ。よく来たな、ボーボボ。俺様がジェットコースターの守護神ハゲチャツテルノ様だ。なんでハゲチャツテルノをすげえ覚えてんだろうなって思ったら、そういうことか。そこだけ嫌だもんね。ジェットコースターに乗せろ。身長150センチ以下の方はお乗りになることができません。ならば伸びるまで行くぞ。こいやー。わー、ドンパッチ回ったれるな。いやー、ドンパッチよっぽどプキャピ。よし、乗るぞ。ラチャ豆500個。あー、嬉しい。ヨーヨー、そこの道行く兄ちゃん姉ちゃん、この時代突き進むスタイル、確立独立、時代の反響、一人の絶叫、この亀社会に生まれた俺たち若者、それでも耐え抜く俺のスプリットデメリット、これって友情愛情亀三条、イエーイ。この矛盾、待ってみやんの、この矛盾の中で生きてる僕たち苛立ち、許せなくやらせなく亀助け人生、さあ立ち上がるなら今、道進むなら今、これって順序正常亀三条、イエーイ。理不尽な貴不尽なキャベジン、キャベリーって言うんだよ。理不尽で貴不尽なエンジンの状態、なんでカメラプーなの、なんでカメラプーなの、なんでかな、なんでかな、それはね、それはね、それは、それはね、それはめけ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 、つらい、めけ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 、うん、マジで、うん、マジで、嘘嘘、本当はね、本当はね、本当は、本当は、にょー、にょー、カッペッポー、にょー、にょー、おりまーす、外、はっ、ぷぷ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 ぷ、ミラクル痛いっちゃー、もう、もう、はっちゃけろー、はっちゃけろー、もう、もっぷっ、もう、あっ、メガネのクリーニングに最適です。スキャリー、やー、チュッチュースケベ発見、チュッチュースケベ発見、スケベ発見、スケベ発見、この辺にスケベが来なかったでちゅか、来なかったでちゅ、ボーボー、ありがとうっす、自信です、ボフン、お開き、やったまー、やったまー、確変、しょうがない子ね。じゃあ最後まで付き合ってあげるっちゃ、特別っちゃよ。嬉しいでございます、嬉しいでございます、パラレルやっちゃって、パラレルやっちゃって疲れた、もういいかな、この今日のパートもういいかな、まだ5分ちょっとしかやってないけど、もういいかな、まだにょー、コッペポーン、バカ野郎、ゲーム焼いて疲れたこれがにょーから連なるワードかなあ、にょーあるな、ちょっと鼻毛一回外してにょー出すかいやー、激量戦隊デブリマン参上、お前にこれをやろう、ファイト一発、あー嬉しい毛刈りと毛刈りって似てるよね。ところでそのアフロいいね。あ、ありがとうございます。こんばんにゃ、今日も雨でした。なんか
手袋逆さまに行ってみ。六部手ってか、それで六部つのかい君は。お、お、足を空気か。待てよ、あ、尿あるね。あ、外した。あれをよ、文字だけでってつれえだろ。半切れだよ。入目魚ゲットです。いや、な、入目魚ってなんだよ。テレビの中には夢銀行。いやー、じゃあここ行くか。ドンパッチ連チャンですね。はあ、ヤックン。はい、ダーリン、いっぱい食べてね。あら、食べないの？せっかく作ってきたのに。ふん、いいわよ。じゃあ私一人で食べるから。はあ、こんな時ユウくんだったら喜んで食べてくれたのに。あれは、ユウくんと私の思い出のマグカップ。ユウくん、ユウくん、ユウくん。いや、頑張って登るね。落ちたね。キャッ、いっぱいだよ。ユウくんの思い出がいっぱいだよ。ユウくん、ねえ、ユウくんの将来の夢って何？ S になることかな。はあ、おかしいよな、ユウの俺がこんなこと言うなんて。おかしくない、全然おかしくないよ。なれるよ、ユウくんなら絶対 S になれるよ。ありがとう、嬉しいよ。ユウくん、会いたい、会いたいよ。ほら、誰だ人のマグカップに入ってるやつは。この人ね、アニメだとね、岸尾大輔ですね。この声はユウくん。ユウくん、数字になったんだ。ロックアタック、キャッ。貴様、俺様の家に土足で入り込むとは、この俺がこのコーヒーカップの守護神ロック様と知ってることか。ユウくん。こうして3人の恋の歯車は回り始めたのであった。そう、コーヒーカップのように。お、お前パチミじゃねえか。ユウくん、どうした、まさかよりを戻してもらいに来たとか。冗談、誰があんたなんかと。いいんだぜ、俺はよりを戻したっていいんだぜ。ドッキン、ダメ、揺るぎそう。騙されるに決まってる。でもロック、ドッキュン、やだ、何今の、何今の、何今の。ラナ、6なのに7、6なのに7。先生ごめんなさい、パチミはこの問題を解けそうにもありません。さあ、パチミも一緒に8。はっ、ちょろいぜ。はっ、ヤックン、ヤックン、どうしたんだパチミ。さあ一緒にやろうぜ。8、めーめー、ヤギ、ヤギになった。はえい、ー、8、めーめー、ば、バカだ、俺の魅力が通じないのか。8、めーめー。お、ヤギ足じゃないか、ヤギ足じゃないか。どうした、何があったのか。めー、なんだって、パチビがピーチだって。よし、ヤギ足、パチビのいるところに案内しろ。めー、パチビ、パチビはどこだ。なんだこれ、すごく喉にくるぞ。ヤックン、パチミはここよ。おお、パチミ、無事だったのか。貴様、よくもパチミをたぶらかしてくれたな。キツネさん、覚悟しろ。ペキッ、ジョニー、飛んだ、ジョニーが飛んだよ。なんだよ。ねえ、俺たちの答えって6でいいんだよね。そうだよ、自信、もっと自信持てよ。もうすぐボーボーさんが俺たちの答えを連れてくる。
待たせ。あ、来た。これが答えだ。 7？ ふざけんじゃねえ。俺たちの答えは6だ。愚か者。ギャー、イコール、イコール、メガ、メガ。サンタスさんは8です。私は7よ。スイックス。喉が。セックス、セックス。6、6、6、6。おお、セックス。あ、まったるな。増票、とりあえず増票。あー、いいね、さすがドンパッチ。6、今9しか入んなかったな。ちょっと、いやー、あのね、もうつれつれえわ。あまりの辛さに普通に外したわ今。こ、ヘビゲーム、セックス、ドンパッチ、主権がタック。いやー、もうね、もう鼻毛神経で倒すしかないんで。にょーってあるんだよ、にょーってね。まあ、よくセットしたんだけど。にょーだけセットしたんだけど。にょーだけセットすればまた全部出るんじゃないかっていうね。読みが当たったね。いやー、間に合わない。にょー、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 息。はい。雑。ギャー、サンタスさんは8です。 8！ 8！ 8！ 算数をなめるだよ。あー、豆と豆、豆、口紅、口紅はボーボードンパッチ用のアイテムかな。フッフッフ、ボーボー君苦戦してるようだね。早くここを探し出さないと君の友達が大変なことになるよね、え隊長。そうね。あー、いいお湯。何やってんですか隊長。風呂、無茶せんでください。あんたところてんなんだから。バカやってないで早く上がってください。溶けますよ。やだ、エッチ。ボーボーボー、早く来て、トマヒロー。そんなわけで回ったんだけど、回った時未だにボーボーボーしかいないんで、まだちょっとこの遊園地回んなきゃいけないのかな。鼻毛神経丸評議、渋谷区大型デパート、よこせよ、よこせよ大統領。パパ、ママ、僕、みんなハッピー、みんなハッピー。さあ、一通り回ったんだけど、あとはどこ回ればいいかなって。あ、お化け屋敷があったね。お化け屋敷あったね、そういえばね。パトロール終了、直ちに帰還する。はい。ヘックンが、ここね、究極戦士ギャグ融合だと難所です。ここ、これはビューティーたちがお化け屋敷に入る30分前のお話。なんだここ、全然お化けがいねえ。めっちゃいるよお化け。お茶漬け星人いるよ。お、主役の登場だ。お待たせやがって、結婚おめでとう。え、結婚やったな色男。それでは新郎に続きまして新婦の入場です。え、ごめんね、散々先にバトルで使ってたね。わあ、何やってんだ。ヘックン、私綺麗かな。なんで俺に聞くんだよ。言ってやれよ、私綺麗。ああ、まったく見せつけてくれるぜ。それでは今からボーボーさんとヘッポコマルくんの結婚式を始めます。進行は私ドンパッチがさせていただきます。なんだなんだ、誰だよいきなり。A ブロック副隊長勝つ。
魚兵の敵や取らせてもらうぜ。ヘッポクモロさん、プロポーズの言葉は何だったんですか？ガッガッ。はい、ごちそうさま。ではガッガッと告白されたボーボボさんは何と答えたんですか？金を返せと。よくある告白のパターンですね。ではお二人の友人からお祝いのメッセージをいただきます。ではお茶漬け星人さん、お願いします。はいよ。お茶漬け星人ガーッ、なんでここにいるんだ？ボーボーさん、ヘッポコマル君、おめでとうさん、お前敵だろ。わっ、このブロン2発目。今ね、非常に分かりづらいんですけど、カツの手についてるなんかニコちゃんマークのすごい怖い版にヘッポコマルのおなら神経を吸われましたね。なんだ今のは。俺のおならを吸い込みやがった。ケーキ入刀ガッ。ニュッニュッニュートニュッニュートニュッニュッ。わいわい、ヘックンの分、ヘックンの分。バカ、向こう行ってろ。ガハッ。いちごから食べて、いちごから食べて。ブン。遊んでないでビューティーを迎えに行くぞ。いや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 、ごめん、気に入らなかった？どー、ブロン3発目。まとめて返すぜ。おなら神経3倍。下品な技だぜ。なんてことがあったんだっすね。ちょ、さっきから押さないでよ。ブリッコしてんじゃねえよ。俺たち遊びに来てんじゃねえんだ。ビビってねえで真面目にやれ。ごめんなさい。ほらよ。え？離さないでね。俺の手を離さないでね。怖いんだ。絶対離さないでね。はい。ボボボの番でーす。さすハリセンボン。あ、ドンパッチが帰ってきた。じゃあ、ちょっとせっかくだからちょっとビューティーさん一気に強くするか。で、まあこれでね、カツと戦って多分天之助が出てくるんですけど、そしたらもうね、多分もうプップーシティあたりに行くと思うんで、結構このゲームとしてはまあ中盤は超えたかなぐらいだと思うんですけど、そうなるとなかなかあれだね、ソフトンと天之助の出番すごい短いねっていう。すごい強化したけどまだね、まあ、ドンパッチには全然届かないよねっていうステータスなんで。まあでもちょっとね、まあ、ちょっと戦闘だいぶ余裕あるかないかで言われたらないんだけど、ないのかよっていう。じゃあとりあえず奥義もガンガン上げて、鼻毛王でマックスかな。上がらないな。もうじゃあ、あとはこの弾け、突っ込み上げると一気にやっちゃうかな。あんまりまだここら辺のステータス上げる必要ない気がするんだよな。よいしょ。もうとにかく今は奥義を上げていけばいいかなって思うんだけど、現状ね、ボーボーだいぶ強いんで、ね、ボケちょっと上げればもうね、ボス戦でも全然やられない不沈感ボーボーができてしまうから、これでいっか。で、一回セーブしていくか。あー、いた、ヘックンいたよ。ヘックン犬ゴソゴソ戦利品としてこの首輪、あ、それやばいですよ、それやべえですよ。何やってんだよお前。
なんだよ。このピアスいいな。くれよ。痛い痛い痛い。それは痛い。このおしゃれ貴族め。お前いいサングラスしてるな。くれよ。お前なんかにやるか。ならば馬までだ。ああ強そう。それいいな。くれよ。ああ結構いいダメージ。ちょっと。あ来た。ちょっと使っていきたいな。使いたいなこれ。出していきたい。ここは出していきたい。きた！トランスフォーム雨！ボーボボフュージョン！すげえ、ボボパッチだ、ボボパッチ！貴様に鼻毛神剣の融合技を見せてやる。行くぞ、ドッパッチ！オッケー！トランスフォーム雨！ボーボボフュージョン！あ、ボボパッチだ。ドッパッチソード。めっちゃ強いけど、めっちゃ強いけど、ちょっと早かったね、出番がね。一戦早かった。あーいい、いいね。そのサングラスもらった。ぐっ、なんだなんだ、なんだこれは。こいつのオーラか。くっ、取れねえぞ金魚。父ちゃんも帰ろうよ。どいてろ。キャッ、小僧調子に乗るだよ。父ちゃん、金魚、金魚、本気でやってやる。かかってこい。ぶっ倒す。あ、しぶといやつだ。ヘッくん、ヘッくん、バーベ、出た。赤ちゃんヘッくん出た。バーベ、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 バーベ。なになに、どうしたのヘッくん。バーベ、バーベ、ほらー。トッパッチ君、バブバブバブ、このガキャー、ジョボボボボボ、これはみ水。トッパッチ君、植えてください。春には春かすともに新たな芽を育み、夏には太陽のような真っ赤な花を咲かせ、秋には大地色の果実を実らせ、冬には新たなドンパッチを誕生させるでしょう。バブバブバブ、キャッ、ボーボー助けて。任せとけ。出張出動アフロチーム、引き逃げアタック。プチッ、ギャー、引いちゃった。ボーボー重罪だよ、ちゃんと自首してね。あ、やばいよ。バブバブ、ヘック後ろ。な、おなら吸い込まれる。ガッ、あ、カツガ、こっちにおいで。バーベ、さあヘッくん、こっちにいらっしゃい。そうよ、その調子、その調子。あんよが上手、あんよが上手だ。よし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 、いい子ねだ。ガブ、トンパッチくん、大丈夫、騒がないで。トゲ噛まれてるのに、この子は怯えているだけ。私が無害だと知れば落ち着くから大丈夫よ。怯えなくていいのよ。私はあなたの味方よ。怖くないわ。ブチッ、ギャー、引き逃げアタック。ギャッ、逃げろ。バブバブ、どうしちゃったんだろうヘッくん。どうしてあんな風になっちゃったんだろう。俺俺よ、出たヘッポコ丸の首輪。あなたは？俺？俺首輪。僕の首輪かな。ヘッポコ丸がああなったのは俺の責任なのよね。どういうこと？な、今から説明するから。おなら神剣とは本来使い手にも大きな負担を与える剣なのよね。まさにモロ刃の剣。おなら神剣の真の力を発揮させると使い手の人格を変えてしまうのよ。それくらいおなら神剣の威力がすごいってことなんだけどね。だからその真の力を封印するために俺がついてったのよね。じゃああなたをヘッくんの首に巻けばヘッくんは元に戻るんだ。うん。背中に風の字あるでしょ。ないよ。この風の字に誓って俺は奴の力を封印しなければならないのよね。風の字ないよ。お嬢さん、俺のことはくれぐれもヘッポコマルには内緒ね。うんうん。
おっしゃ、これで心置きなくやつを封印できるのよね。引き逃げアタック、キャッ。ほらこの引き逃げ野郎見つけたぞ。やべ警察だ、許して。ダメ、ひー逃げた。待てー、あ帰ってきた。勝つバンバブー、女の真剣裏奥義しますボフ。これし機能ならすべて吸い取ってやるぜ。バブーゴーボン。またジャガーさん出てきたな。吸い込みきれねえ。ヘッポコマル、ただいまフィーバー中。バッバブー、ヘックンにこの首輪をつけないと。ヘッポコマルが大フィーバーを起こしている。あビューティーでねやれってのね。今だ、えい、バブ。一瞬なんかすげえの見えたな。元に戻った。一瞬すごい顔してた。あー出てきた。ボーボーボーたちどこ行ったんだろう。ほら待ちやがれ、捕まってたまるかよ。混ざってんだよな、なんか混ざってんだよな。終わったみたいだな。じゃあ次に行くか。うん。いやーじゃあね、もうこれで大体ね30分ぐらいで一区切りつけてるんですけど、まあねカットしたら20分ちょっとってところで、まあ今回この辺で気にしたいと思います。次回はねいよいよ A ブロック基地隊長所天之助と戦うことができるんじゃないでしょうか。集え観覧車へ。ではご視聴ありがとうございました。